くなってきた感あります。そうですね、多少。あ、本当だ、うん、これで中入ったね。入荷で十分ですね。入荷で十分ですね、本当に。あ、でもしっかり寝るようにしてますね。あの、寝ないと仕事の質下がるんですよ。でやっぱり僕ってあの労働じゃなくて結構クリエイティブなことが多いんですよね。やっぱりその01100じゃなくて01が多いんですけど、なんか100って寝なくてもなんとかなるんですけど、01って寝ないとなんとかならないんですよ。脳みその問題なので。そうなので睡眠は仕事だと思ってますね、僕は。じゃあアウターの治療とかで、まあ、デフリンさんとかあのやっていきますときに、はい、あのまずしっかり、アイロンで加強させてから、はい、その中から行くっていうのを、はい、行かなきゃいけない理由っていうのをあの説明するときに、はい、まあ、シンプルにどうやってしていけばいいですか。加強してからからアイロン入れてからやらなきゃいけないっていう理由を、はい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 、しっかり説明したいときって、はい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 、どうすればいいですか。一瞬迷ったんですよね。確かに。でもなんか、はい、いつも低反の大幅な移動が増えちゃう、はい、うんうんうん、それがもう髪のダメージにつながっちゃう、はいはい、っていうのとシンプルに、はい、カラーの後に加強すると色抜けるんですよ。あー、なるほど。仕上がりの面で、はい、汚くなる。あ、この2つが影響として大きいんじゃないかなと思うので、はい、その2つを入れる方がいいと思います。ありがとうございます。はい、全部取ってます。一応全部取ってるんですけど。ラポール00と、01と02を、しっかりつけます。でその後最後にプロジェクトつけます。で量は割と多めです。理由は、まあ、スーパーロングっていうのもあるんですけど、あとグリアキシル酸使ってるんで pH2 とか3なんですよね。あと変に距離詰めないです。あと、まあ、ルールっていう方でもないんですけど、基本的にスタッフ同士は敬語使ってくださいって。だから年齢関係なくあの敬語使うことによって結構人間関係って何だろう、人間関係で関係が決まるんじゃなくて言葉遣いで関係が決まると思う。そうなので言葉遣いが敬語であれば基本的に何だろう、人ってなんかこう悪く思ったり揉めたりとかほんとしづらいんですよ。なんかカップルとかもそうだと思いますよ。なんかあだ名で呼んでたら喧嘩しづらい。なんとかピョンって呼び合ってたら例えばですけどダーリン、ハニーって呼び合ってたら多分喧嘩しないんですよ。綾かサトシだったら喧嘩するんですよ。おいやダーリンが悪いじゃんとかなるじゃないですか。ハニーが悪いじゃんとかなるじゃないですか。やわらかくない。やわらかくない。揉め事が起きないんですよ。クッションが入るんですよ。グリーンなんでね、結構ちょっと下見てください。ちょっと湿ってるぐらい。でステム上げるとあのお客さんは熱くなりづらいっていうのも一つありますし、根元が折れない。はい、でこのプレスの強さなんですけど、まあ、感覚的に言うと10、9、8、7、6、5、4、3、2、1どんどん弱くする、はい、これはステム上げた状態で、でこれなんですけど今僕こうやってねゆっくりやってるんですけど、これね感覚的に分かんない人たまにいるんで、どれぐらいのスルースピードか見てるのに、いざやってみたらすごいスルースピード速い人いるんですよ。これはするだけです。
チゴのショートケーキみたいに出てくるとかあるじゃないですか、ね、はいはいはい、美容室あれ嬉しいですかね、嬉しいですか、なんか、え、嬉しいです、ケーキとか出てきた、え、めっちゃ嬉しいです、クロワッサンでもいいですか、え、全然嬉しいです、あ、本当ですか、え、嬉しいじゃないですか、普通に、ゼロ一、ゼロ一、ナチュラルブラウン、はい、で、家に帰る前に必ずカフェかスタバとか行って事務作業を終わらして、もう力尽きたら帰るって決めてますね。家に帰るともうできなくて、どんな時代でもどんな流れでもどこかしらに僕がいるので、なんかよくみんな誰にも負けない何が一番って言うんですけど、まあ、一番になるのって結構偶発的なことが僕の人生の中で多かったんですね。一番になったこともありましたけど、なんかそれがじゃあ狙って必然だったかっていうと、まあ、ちょっと偶然多かったなっていうのは僕は感じたので、なので自分の中で今どんな時代なのかなとか、まあ、これが今人に需要があるのかっていうのを見極めて、まあ、結局2番手3番手にはなっちゃうかもしれないんですけど、2番手に一番早くなるっていうことの繰り返しを僕はずっと行っているかもしれないですね、うん、なのでいつの時代でもどこかしらあれこいつまたいんのかっていうのが、まあ、僕なのかなって思いますね。結局は、人の真似事の繰り返しなんですね。やっぱり、まあ、自分がこうなりたいなって思うその憧れに到達してる人を見て、その人のいいところを真似する。で、一人の人のことを真似するんじゃなくていろんな人の複合ですの真似をして新しいものを作り出す。で、それが例えば真似をしちゃいけないものだったりとか、例えばパクリになっちゃうと良くないですね。パクリか模倣してるかの違いって僕しっかりあると思ってて、パクリっていうのはやっぱり情がない人に真似をされること、これをパクリって言って、模倣っていうのは参考とか模倣っていうのは信頼関係のある人たちが参考にしてくれる、真似をしてくれることを模倣っていうと僕は思ってますね。なのでもしその自分の授業でこの人のこと技術だったりとか考え方、うん、参考にしたいなって思ったんだったら、まずはいきなりその真似をしたりするんじゃなくて、まあ、その人の心に寄り添うじゃないですけど一歩近づく、でお話をして信頼関係を築き上げてからその許可を取って、ちょっとあなたのことをすごく尊敬して憧れています、だからその参考にさせていただいて模倣させていただいてもよろしいですかという許可を取って、いろんなところから真似できないようなことも全部自分に吸収して、で、人の役に立つような発信をする心がけです、ね、まあ、そうすると唯一無二のものが生きてくる、まあ、それがうちのオンラインサロンだったりとかアデルの強みだったかなと思います。すごいですね、うん、僕も実業ですね、うん、実業やりたいなと思ってます。もう29歳なんですけど、まあ、スタイリストとして、まあ、たくさんお客さんも担当させていただいて、まあ、この20代っていうのはね、いろんな目の前でいろんなお客さんのお悩みを聞くことができたので、それは今度は、解決できるコンテンツっていうのを今まで蓄積してきた技術だったりとか考え方とかマーケティングしっかり応用していきながら、実業で人の役に立てればいいかなって思ってますね、うん、何かりなんていうんですかね、やっぱり年のせいもあるかもしれないんですけど、やっぱり自分に物を買うのってあんまりなんか嬉しいものなくなってきたんですよね、本当に。そう、若い時はすごいね、洋服買ってブランド物買ってとかやってたんですけど、やっぱり買わなくなってきて、なんかスタッフに何だろう、カメラあげたりコーンあげたりとか、なんか嬉しいんですよね。そう、なんかわかんない、承認欲求なのかわかんないんですけど、何の欲求なのかわからないんですけど、でもそれはお客様も一緒で、うん、お客様が喜んでくれるっていうのが本当に今一番なんて言うんだろう、楽しい、うん、っていうのがリアルな感想になります。まあ、おじいちゃんおばあちゃんがね、近隣の人にみかんとかリンゴをあげて、あの最終形態ってああいうことなんだろうな、まあ、そう、年を重ねることにやっぱり人の綺麗事みたいになりますけど、人の幸せが一番自分は嬉しいんだなって今はすごい思ってます。はい、美容師の仕事、はい、そうですね、美容師の
仕事っていうのは、なんだろうな、人に教えてもらうものではないなと思いました。9年10年やってて、で人に教えてもらうことも大事なんですけど、なんていうの、あくまでじゃあ自分が今まで人に教えてもらったことだけで頑張ってきたかっていうと、多分8割9割自分で見つけてきたことなんですよね。そうなんで、今結構学びのコンテンツとか多いと思うんですけど、どちらかというとなんか自分で自分の目の前のお客様と話してみて、悩みを聞いてみて、それを頑張って解決する方を自分で考えてでして、それを人に教えてあげるときの方がすごい感動が大きいんですよね。そう、だから学ぶ前に目の前のお客様困ってるよねっていう、学ぶ前に目の前のお客様悩んでるねっていうところからスタートして、そこから自分独自のお仕事を見つけるっていうのが美容師の仕事なんじゃないかなって思っています。手を内側から撫でるような感じですね。はい、あ、はい、終了です。下積みっていう概念を持った方がいいのかなと思って、やっぱりみんなやりたい仕事を選ぶと思うんですよ。そう、もちろんそれも大事なんですけど、やりたい仕事だけをうまくいってうまくいくんだったら、まあ、みんなうまくいってるんですよね。そう、そういった中で、例えば、まあ、何を成功と定義するのかわからないですけど、まあ、それこそうまくいってるって言われる人たちで、じゃあどういう過去をたどってきたのかなってよく調べてみると、意外とやりたくないことを結構やってるんですよね。最初はすごいしんどい、やりたくないことを乗り越えてで今があるっていう方がすごく多いので、こんな仕事やりたくない、かっこいい仕事がしたいみたいな、そう、俺はかっこいい仕事したいんだとか、男としてかっこいいみたいな、なんかすごい気にする人多いんですよ、男の人って結構。でもそれ気にしてると、ずーっと普通の人たちだってみんな気にしてるんですよ。なので、まあある程度ね、表に出てうまくいったらもうやらないんですけど、みんなね、最初はみんな下積みを積んでる。だからやりたいことの前にやらなければいけないことってちゃんとあるんだよっていうのを伝えたいかなと思います。人に求められることからスタートした方がいいですよっていうのを、まあ、伝えてもらって、僕の場合は。